にちは、プロトリーフチャンネルです。今日は外でも越冬できる観葉植物ということで、こちらのシェフレラをご紹介したいと思います。こちらのシェフレラがですね、ずっと外にいたような感じなんですけども、それでもこの通り吹き水で冬越しができているんですね。置き場所としてはですね、雪が多少かぶっちゃうような場所に置いてはあったんですが、ずっと、だいたい夏ぐらいから冬までずっと同じ場所に置きっぱなしだったので、だいぶ順応してですね、越冬ができるようなぐらい強い株に育ったという形になっております。で、こちらがですね、冬入りといって色が白い模様が入るタイプなんですけども、ちょっと寒さに若干当たっているので少し紅葉したような感じになって、赤っぽくなってるんですけども、これがまた美しいかなというところもありますので、シェフレラですね、最近お店でもすごく人気がありますし、このように寒さにもものすごく丈夫なので、シェフレラの方をちょっともう一回注目して見ていただくのも面白いかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。